本当に本日は足元の悪い中お運びいただきましてありがとうございました。所長からご案内がありましたように、今日はですねホームカミングデーと一緒になってございますので、本当にさまざまなイベントが、このキャンパスの中で展開されております。この講演が終わった後に、もしお時間のある方はぜひあちこちご覧いただければと思います。さて 私がですね、今日お話しするテーマは、アジアを越えて循環する地、このタイトルでお話をしたいと思います。で、内容はお手元にパワーポイントの、コピーをしたものをお配りしていますので、この順番で進めていきたいと思っております。で、どういう 循環する地についてお話をするかと言いますと、道徳を基礎づける、この問題なんですね。昨今ですね、例えば道徳が中等教育において教科化される、教科になって点数をつけられていくわけですね。そういう対象になっていく。道徳っていうのはそういう意味で日本でも大変注目をされている領域なんですが、もともとですね、道徳を基礎づける、こういう考え方、こういう問いの立て方、一体いつから出てきたんだろう。とりわけヨーロッパでそれが喫緊の課題として登場したのは、宗教戦争の後であった。こういうふうに 考えられています。つまり宗教ではなくて道徳だねという議論が出てきたわけですよね。当然宗教が力を持っていた時代、すべての規範的な源泉、それは神にあるわけです。最終的には神にすべてを基礎づけること、基づかせることによって解決される。ところが宗教戦争の後に、単純な仕方で宗教に訴えるのは難しいんじゃないか、血で血を洗うような戦争が起きてしまったわけですよね。その後で一体人間の社会に規範というものを回復するにはどうしたらいいんだろう。その時に道徳という概念、これがもう一度ブラッシュアップされていくわけですね。で、一体道徳というのはどこかにちゃんとしたしっかりした基礎があるんだろうか。例えば 我々がその建築をイメージするとですね、建築にはしっかりした基礎があって、その上に建てていかないとすぐ壊れちゃいますよね。そういうしっかりした基礎っていうのがどこかにあるんだろうか。こういう問いが出てきました。とりわけ17世紀以降ですね、こういう問いが出てきたわけです。それは超越者、神のような超越者に訴えないで、どうやって道徳を基礎づけることができるんだろうか、こういう問いが出てまいります。そしてこの問いはその後アジアにも反射してきます。宗教なのか道徳なのか、それとも宗教も一種の道徳なのか、あるいは道徳というのは別の形の宗教なのか、いろんな問いの形が出てくるわけですね。で、近代のアジア、日本もそうなんですけど、この宗教と道徳、これは大変重要な問いとして出てまいりました。特に宗教はそうですよね。英語で言いますとレリジオンと申しますが、それを宗教と何とか翻訳をして理解しようとしたわけです。ところがそこでモデルになっていたのがプロテスタンティズムですよね。非常にプロテスタンティズム独特の形態をとっていたわけですね。
そうするとあれあれ、仏教ってのはじゃあ宗教なのかな、あるいは儒教ってのは宗教なのかな、神道はどうなんだろう、そういった絵が日本では当然出てくるわけですよね。で中国でも同様に、あ、仏教はどうなのかしら、儒教はあるいは道教は、こういう問いが出てきたわけですね。で合わせて道徳についての問い、それも出てきたので、近代のアジアにとってですね、この道徳を基礎づけるっていう問いは簡単な問いじゃなかったわけですね。でもちろんヨーロッパにおいてもこの問いは大変複雑なものがありました。最近ですね、この問いの周りをめぐって新しいある種の巻き返しというのが生じています。例えば礼という言葉、それをここに書きました。礼という中国の古い知ですよね、古い概念、それが今再評価されています。あの皆さんの中に中国近代のですね、儒教に対する態度、それをご存知の方がもしいらっしゃるとすれば、あれどういうことなんだろう、中国は近代それこそ100年をかけてですね、一生懸命儒教を否定してきた、ね、礼なんていうのはその儒教の中で最たるものですよね、一番批判しなきゃいけなかった、そういった古い概念がもう一回リバイバルしてくる、何が起きてるんだろう、そういったこともですね、少し今日はお話しできればなと思っております。あの道徳を基礎づける、この本がですね、つい最近実は再刊されました。入り口のところにあの東大出版会の方が積んでくださっているので、もしご関心の向きはですね、お手に取っていただければと思うんですね。これ15年前に出した本なんです。でどれくらいでしょう、1年ちょっとしてすぐ絶版になる、ね、ああやっぱりこの問題っていうのは日本ではあまり関心を引かないのかなと、まあ思って、まあしょんぼりとしていたんです、ね、ところがですね、ひょんなことから今年の春頃ですね、ある編集者の方が、いや復刊しましょう、再刊しましょうとおっしゃるんですよ。また奇特な方がいらっしゃるもんだなと思って、いやでもありがたいので、まあぜひやりましょうって申し上げたんですね。でまあ来年の3月頃に出ればいいですねっておっしゃってたので、あ、まあ1年もあればなんとかなるに違いない、まあ、そう思っていたんです。ところがですね、7月か8月にですね、東博樹さん、ご存知ですか、お名前、若者に大人気の批評家がいるんですが、東博樹さんがどうやらツイッターというものでこの本は名著だとつぶやいたらしいんですよ、ね、私はツイッターとか実は見たことがない人間なので、編集者から教えてもらって大変なことになっています。 どうなったんですか、いや古本が異常に値が上がってるって言うんですよ。私の研究室にこの本いっぱいあるんですね。いやこれを売ったら私ちょっと儲かるかなと思ったんですが、どうやって売ったらいいのかわからない、ね、今ネットでいろいろ売り買いできるんでしょ、そういう、こう技術を一切持たないので、まあ、試造されたままになってるんですが、すぐ出しましょうとおっしゃって、なんと先週だかなんかに出てしまったんです。やっぱり恐ろしいですね、ツイッターという力は。まあでもおかげさまで、あの販売早々重版になって、あの多分若者が読んでるんでしょうね、きっと。そういうね、ツイッターを知ってる、私なんかからずっと若い世代が読んでるんだろうと思います。まあそういうちょっと数奇な運命をたどった本を15年前に出したんですね。でこのフランソワ・ジュリアンっていう人はフランスの、まあ、中国研究者であると同時に、あのギリシャ哲学の専門家でもあったんです。いや本当に不思議な人なんですよ、この人は。何度かお目にかかったんですけど、
何を考えているのかよくわからない。これ書いた文章は非常にダイナミックで人の心を打つんですね。でも聞いたらですね、1974年だと記憶してますが、フランスからの留学生として中国に行ったらしいんですよ。ね、74年ってね、歴史にお詳しい方だったら、あ、文革の最中じゃないの、ね、文化大革命がまだ激しかった時ですよね。その時にフランスから中国に行った本当にごくわずかの一人、まあ、72年だったかもしれませんね。74年がテルケルの人が行ったのはどっちだったかな、まあ、でも大体その70年代入ってからなんです。で当時の中国の現実を大変よく見た人なんですが、まあ、その彼が実は今日のテーマである道徳を基礎づけるっていう問いについて論じてるんです。ヨーロッパで啓蒙の時代ですね、この問いが出てきた。神じゃなくて人間の理性、これに訴えることで道徳を基礎づけることができるんじゃないか。なんと検証論文が出されたそうですよ。この問いに答えた人にはお金をあげます。で、名だたる哲学者たちが応募したそうです。残念ながら一等賞ありませんでした。全員が失敗したんです。当時の啓蒙哲学者たちが全員失敗した。つまり道徳を基礎づけることができなかった、ね、そういう始まりを持っているんです。で、このジュリアンが言うには、この問いに対する最もふさわしい答え、それはニーチェだ。ニーチェ？どういうことだろう。ジュリアン曰く、ニーチェはこう言った。道徳に対する最もまともな態度、それはいくつかの道徳を並べてそれを比較することである。ね、ニーチェ的でしょ。基礎づける、道徳を基礎づける、建築が基礎を持つようなしっかりした基礎、これを求めるっていう発想自体が間違っている。ニーチェはそう考えた。そうじゃないと、私たちにとって唯一マシな道徳的な態度というのは、異なる複数の道徳、これを並べて比較をしてみること、これが最も道徳的なんだ。いろんなことを示唆するような、そういう言葉ですよね。基礎付けっていう欲望は人間が持ってるわけですよね。いや、我々も思うじゃないですか。この不安定な人生、不安定な人生において、なんかしっかりしたものがあるといいなって思いますよね。頼りになるものがあるといいなって思います。でもそれが過剰になっていくとですね、もう阿が仏尊しになって、そればっかりにしっかりつかみかかってですね、しがみついて他を考慮できなくなる危険も当然ありますよね。まあ、ニーチェはそういった態度っていうのもやっぱり笑っていたんだろうと思います。で、実はこの本のでも本当の中心はヨーロッパの問題じゃないんです。違うと、この道徳を基礎づけるという問いにニーチェ以上に最もまともな回答を出したのは孟子であるって言ったんです。孟子こそがこの問いに対しては最もまともなアプローチをしたんだ。カントやルソーやショーペンハウアーや、ね、まあ、ニーチェも含めていいですけど、そういったヨーロッパの啓蒙の哲学者たちと孟子を比べて、孟子の何て言いましょうか、道徳に対するアプローチのユニークさ、これをこの本の中でですね繰り返し明らかにしていく、そういう非常に面白い本だった。で、しかもそこで
出てくる孟子というのは我々が知っているような孟子ではないんですよね。よくあの学校の倫理の教科書なんかで、いや孟子は性なんとか説ですね、荀子は性なんとか説ですねって穴埋めやるじゃないですか、ね、あの倫理の教科書で学ぶ、例えば性善説を唱えましたみたいな、そういった孟子のイメージがもっと豊かになるような、そういう議論をここではしているわけです。皆さんからご覧になって左側、これはですね、武漢大学の郭清雄先生たちが編んだ本なんですね。で右側はですね、ハーバードのマイケル・ピュエットの本なんです。で左側の本は何を言ってるかというと、これ儒家倫理聡明集ってあるんですね。例えばですね、論語の中に直球説話ってのがあります。ね、ある人が、私の村にはうんと正直者がいます、その正直者は自分のお父さんが何かを盗んだら、それをちゃんと村の偉い人に言ってお父さんを罰してもらう、そういう正直者がいる、ね、ところが孔子はそれに対して、いやいや、うちの村はね、そういうタイプの正直者はいないと。子は親のために隠し、親は子のために隠す、こう言ったってんです。もちろん近代的な読解ではですね、孔子のこういう態度はダメですよね。ね、隠蔽である隠蔽している言われるわけです、ね、だから100年以上今の孔子の議論というのは批判の対象ですよ。ところが最近ちょっと風向きが変わってきた、ね、中国のそういう、なんて言いましょうか、道徳の言説、もうちょっと見直すことができるんじゃないんだろうか、そういう言い方が出てきました、ね、その背景には例えばカントがいるわけですよ。カントは何を主張するか、ね、提言明法ですから絶対的にこれを守れっていうんです ね。例えば嘘についてはこう言ってますよね。友達がかくまってくれって言ってやってきた、ね、追われてるんだ、見つかったら殺されちゃう、ね、かくまってくれ、まあ、かくまいますよね、友達だから。ところが追っても来たんですね、トントントン、お前かくまっただろう、ね、カントはこう言います。かくまったと正直に言いなさい、嘘をついてはいけない。ん？となるとどうなるかというと、かくまってるお友達はやられちゃいますね。カントはそれで構わないって言うんですよ、ね、嘘をついてはいけないっていう提言明法ですから守んなきゃいけない。でもなんかやっぱおかしいですよね、この話はね。ね、ちょっとおかしい。そういったことが背景にあります。ね、単純でしょ、嘘をついてはいけない。子供にも言いますよね、嘘をついちゃダメよ。ね、でもカントのような状況で、じゃあ嘘をつかない？これもまた難しいですよね。そういう複雑な状況が我々の人生にはたくさんあると思います。で、そこからもう一度ですね、何が見直されているかっていうと、まあ礼、冒頭紹介した礼ですね、リチュアル、礼という規範が見直されていくわけです。それを強く言ったのはこのマイケル・ピエットの本なんですね。これいいタイトルでしょ。ハーバードの人生が変わる東洋哲学、本当に売れるわけです。これを本いただいたんですよ、私ね。もう僕のところに来た時はね、さんずりでしたよ。いやいや、まあ、さっきの東さんのは重版ですから、どっちがいいのか分かりませんけど、さんずりできた。で、もともとのタイトルは The Path、 道っていうタイトルだった。
日本語で道と訳すと売れないですよね。道って書いたら多分本屋さんで平積みされるのが、まあ、2日ぐらいで終わりですよね。ハーバードの人生が変わる東洋哲学。私の友人が先週ある賞を受賞して、その受賞式でこう言ったんです。作品というのは2つの部分からなると。タイトルと本文である。本文とタイトルは同じ比重なんだ。いやいやいや、その人の受賞作は600ページを超す大作なんですね。それとタイトル、それが同じだっておっしゃるから、やっぱなかなかね、詩人の考えることは違うなと思いましたが、まあ、この本はそれで成功したんですね。でも中をご覧になると、実は非常に丁寧な哲学の議論が積み重ねられていて、今申し上げた例の概念をもう一回現代的に読み直して使い直すっていう提案、これをしている本なんです。ね、そう簡単に言ってしまうと、例えば今のアメリカの状況を皆さん想像されるといいと思うんですね。社会が分断されている、ね、なかなかその分断を超えるって難しいじゃないですか。でオバマ前大統領だって、もう一度ユナイテッド、つなぐっていうことを掲げましたよね。でもつなげなかったじゃないですか。それだけ深い分断、ね、断片化した社会、その中である共通の規範というのをどうやったら私たちは手に入れられるんだろうか。でピエットに言わせると、まさにそれが古代中国の状況だったんだ。古代中国は我々が普段イメージするような調和的でね、美しい、そういう社会じゃなかったんだ。今の私たちと同じように分断化され、細分化され、ね、大変な社会だったんだ。そこでこの礼というものが発明されていった。こういう言い方を言います。じゃあ礼という規範はどこに基づくのか。先ほどご紹介した親は子のために隠し、子は親のために隠す、ね、なぜこういう判断が出てくるかっていうと、それは私たちの感情ですよね。理性に基づいてるわけじゃ多分ない。感情に基づく規範、これが礼なんだ。そういう議論を実は今の人たちはしようとしているというわけですね。もう一つ、ポスト世俗化の時代にっていうふうにタイトルを書きました、ね、冒頭に申し上げたように、道徳を基礎づけるっていう問いが出てきたのはまさに近代ですよね。宗教の後、規範をどうするのか、これは最大の問いでした。で近代を特徴づける、まあ、様々なインデックスがあると思いますけれども、そのうちの一つが世俗化、セキュラリゼーションというものなんですね。世俗化っていうのは、まあ、これもいろんな定義がありますけれども、例えば国家と教会の分離っていうことがよく言われます。今までは教会が社会の真ん中にあったわけですよね。だって宗教の時代ですからね。ところが近代は世俗化することによって、セキュラーな、世俗的な公共空間、これを作っていく。で国家はそれを担うべきなんだ。宗教はそこから退場していく。退場してどこに行くかっていうと、例えば個人の内面、心の問題に変わっていくわけですね。で今どうでしょう、日本の憲法なんかを見てですね、明治憲法もそうでしたけど、信教の自由ってありますよね、当然。でもそれは完全に近代の世俗化の議論の上に成り立っているものなんですよね。国家がどうでしょう、皆さんの心の問題に
積極的に関与し始めたら、なんだかそれは具合悪いなと、多分今多くの方は思うはずなんですよね。でもそれはこのセキュラリゼーションの一つの効果なわけです、ね、その上で道徳を基礎づける問いっていうのも登場してきた。しかし今どうでしょう、世界のいろんなところを見渡すと、さまざまな形の宗教復興、これがありますよね。 IS なんかは一つの非常に極端な形態だろうと思います。ある種の原理主義ですよね。でもあそこまで極端にならないとしてもですね、あちこちでいろんなタイプの宗教復興っていうのが起きているわけですよね。キリスト教だって原理主義が当然ありますし、まあ、インドもヒンドゥー主義もそうですよね。中国だって今儒教復興ですから、ね、私は自分が生きている間に儒教が復興するなんて想像したこともなかった。でも今や儒教の時代、これは中国に訪れてしまった。そうするとポスト世俗化ということがどうしても問われなければいけない。世俗化の後っていうのをもし私たちが生きているとすれば、どうやって宗教というのをもう一回考えたらいいんだろうか。今までは追いやったわけですよ、ね、いやいやそれはあなたの内面の信仰の問題ですから。でもそれがひょっとするとだんだん効かなくなってきたかもしれない。そうすると宗教と道徳の問題はもうちょっと面倒くさくなりそうですよね。私たちは実はそういう時代に今生きようとしているということなんですね。これはハバーマスがですね、ポスト世俗化社会というタイトルで2001年10月に語っているわけです、ね、これは当然 9.11 の直後ですから、 9.11 を念頭に置いてこの言葉を使っているわけですね。でハバーマスというとまさにその公共空間、公共権、これの擁護者ですよね。その彼が正面切ってやっぱり宗教の問題をそろそろちゃんと考えとかないとダメなんじゃないのっていうことをまあ言い始めたわけですね。でこのことは直接ハーバーマスから引いてもよかったんですが、ロバート・ベラーという人の近代に向き合うっていうテキストから引っ張ってまいりました。でこれは来月号の思想に載りますので、もしご関心のある人はお読みいただければと思います。ベラーっていうのはですね、日本研究者だった。で丸山さんの盟友だった人ですよね。でアメリカの市民宗教、シビルリリジョンっていう概念を使ってベトナム戦争に反対をした人です、ね、市民宗教ってのはね、もともとジャン・ジャック・ルソーの概念なんですけれども、それを使って抵抗の原理に仕立て上げていった、そういう人なんですね。でもベラーは日本研究者だったのでよく批判をされます。いやいや君の言っている市民宗教っていうのは隠された神道なんじゃないんですか、ね、アメリカを神道化してるんじゃないの、こんな批判をされたりしたんですね。まあでもベラーは気がついていて、多分宗教の問題が再び大変シリアスなことになってくるだろう、それをまあ60年代ぐらいから考えていた、半世紀前にその問題に気づいていたんだろうと思います、ね、でこれ私自身が考えていることでもあるんですが、その再刊された道徳を基礎づけるでですね、新しい解題を書くようにと言われて、泣きながら書くわけです。急がなきゃいけませんから3月発行が10月発行かになりましたので、一生懸命書いたんですけど、その時に私は考えていたのは、宗教がもう一回復興していると言っても、果たして私たちが制度化された宗教、それをもう一回持ち上げていくのか、それともここには宗教性っていうふうに書きましたけど、
宗教制度的な宗教にはこう還元されないような、でも何か宗教的であるような、そういう態度を区別して用いてみたらどうかなと、そういう問い直しというのをやってみました。まあどこに行くか分かりませんけども、やっぱり私としては近代というものをですね、簡単に捨て去ってはいけないんだろうと思うんです。つまり世俗化っていうのを簡単に捨て去ってはいけないんだろうと思っています、ね、その上である種の宗教性というのを考え直す、これは必要かなというふうに思っています。ではこの時代に道徳を基礎づけるという問いはどうなるのかということですね。でもう一回ジュリアンに戻りたいと思います。ジュリアンの道徳を基礎づける、ね、まあ、どういうことを言ってるのかというと、まあ、すでにお話ししたことでもありますが、啓蒙の時代、道徳をその固有の基盤に据え付けなければならない、道徳をそれ自身から基礎づけなければならない、道徳を宗教という貢献人から解放しなければならない。素晴らしいですね。なんか急に音楽が、やっぱりなんか宗教性とかの話をするとたまにこういうですね、別の次元が入ってくる時ってありますよね。やっぱりあれですかね、天も感応するんですかね、こういう話に。面白いですね、まあ、こういうことをやるわけです、ね、道徳を自らに基礎付けなきゃいけない。で先ほど紹介したカントなんて典型的なわけですよ、ね、カントっていうのは嘘をつくってのはもう絶対いけないよ ね、で非常に極端な結論に行きましたよね。でもそれは感情の問題とかそういうのは考慮しないってことなんです。考慮してはいけない。そうじゃなくて道徳は自らの反省的なこの回路、この中で完結すべきだよねって考えたわけです、ね、で延々こうやるわけです。純粋な道徳、それを望んだわけですね。ところがさっきもうご紹介したニーチェが批判をした、それはできない、道徳を純粋に基礎つけることはできなくて、道徳性のさまざまな見本を調べ、ついでそれを分類し比較すること、これが唯一の仕事である、ね、こういう批判があった。じゃあどうすればいいのか。ケーニヒスベルクの偉大な中国人であるカント、これニーチェがカントのことを呼んだんですよ。カント君は中国人ですから、ね、どういうことなのか。でカントとしては困りますよね。俺私中国人でしたっけ、ね、でもこの裏には実は非常に大きな知の循環があるんです、実を言うと、ね、それは後でお話をいたします。ヨーロッパでの議論が近代の中国や日本に入ってきて、ね、様々な帰結をもたらした、冒頭に申し上げました。ところがヨーロッパ近代の手前に実は中国があった。だから地は循環してるんです。ヨーロッパから中国へっていう流れだけじゃない、中国からヨーロッパへ、この循環もあるわけですね。実はその上でカントは考えていたんです。カントは決してドイツのあるいはヨーロッパの哲学者っていうわけじゃないんです、ね、カントが最も熱を込めて講義した科目、それは地理学なんです。地理学、不思議ですよね。なんか哲学じゃないって私なんか思いましたけど、地理学なんです、ね、
で、カントはやっぱり世界をこう俯瞰して見てるわけですよ。世界の概念の循環をよく考えていた、ね、で極端に見えるカントの提言名法の裏にも実は中国の影があったわけです。そのことをニーチェは茶化しているわけです。何が起きたのか、ね、なぜ中国なのか、ね、ここに挙げたのはですね、ピエール・ベールっていう人の歴史批評辞典というものですね。スピノザと中国哲学を批判というふうに、まあ、短く書いておきました。ちょっとだけ内容を紹介しますね。これ、彼ら仏教と道教とはこの無という言葉で、近代人が空間という言葉で考えるのとほぼ同じものを考えていた、うんぬん。スピノザもこのテーゼは否定しない、うんぬん、まあ、こう言ってるわけです。スピノザというのは無神論者、ね、無神論者として批判されてるんです。ということはピエール・ベールが中国とスピノザを並べるってことは、そこに無神論の問題を嗅ぎ取ったわけですよね。わかります？もう一つ、中国の哲学者孔子、ね、これはフィリップ・クプレ、それからプロスペル・イントルチェッタ、こういったイエズス会士による中国研究の成果なんですね。さっきのピエール・ベールもこれに基づいて議論をしている。例えばどういうものか、これが大学師匠の、ね、一つの大学ですよね。難しい翻訳してません？それはまた日本語に訳してるからわけわかんないでしょ。いやいや、あまりまともに読まない方がいいです。難しい、ね、でもここでいろんなことが分かってくると思うんですね。あ、もう一つ持ってきましたね。これこれ、ライプニッツの弟子のクリスチャン・ボルフ、こういう本を書くんですけれども、ね、彼はハレ大学の学長退任講演で、中国哲学は世界最古の哲学で、孔子はキリストに被験できる人物であるなんて言っちゃって、ハレの町からですね、出て行け、追放されるんです、ね、こういう時代、それをバックにして実はカントが登場しているわけなんですね。これは続きか、あ、続きと、井川義嗣先生って筑波の先生がこのことをよくやってるんですけど、まあ、ボルフのことを書いてくれてる。で、今まあざーっとご紹介しましたが、何があるかっていうと、17世紀、ね、まあ、16世紀末ぐらいからですかね、宣教師が中国に来るわけです。日本にも来ましたね。ザビエルさんとかが来ましたよね。ね、キリスト教の中の非常にこうテンションが上がっていく時代だった。プロテスタントが登場して、ある種あれは原理主義ですから、カトリックをやっつけるわけです。でカトリックの方もそれに対抗するわけで、イエズス会士なんか来ますよね。あれはカトリックの新しい一派なわけです。これ海外布教して、で中国に行く。で中国に行ってびっくりするわけですよ。 あれあれって、当時のヨーロッパってユーラシアの辺境の、まあなんて経済力もそんなありませんから、中国にいてびっくりするわけですね。なんかすっごい経済力ですね。衝撃を受けるわけですよ、ね、文明が発達してるね。自分たちは野蛮に見えるわけです、ね、でもやっぱりキリスト教を布教しないといけないじゃないですか。でも布教するつってもどうなのって思うわけです。で一番のショックは、聖書よりも古い経書が中国にあるってことなんですね。いや、聖書に神が世界を創造したって書いてるわけですよ。でも中国の経書を読むと、それよりもなんか古いことを書いてて、あれ、神はいつこの世界を創造したんですか。ここで古さっていうのは大変重要な問いになるんですよ。
聖書は最古じゃなかった。これ困るんです。神の創造が本当の始まりじゃないっていうことが分かっちゃって、しかもヨーロッパ人の目から見ると中国っていうのは神なしでうまくやってるようだって言うんですよ。あれあれって、無神論でよくないですか。スピノザと中国を並べて批判するでしょ。あれ無神論がいけないって言ってるわけです。でも無神論でいいんじゃないか、神なしでできちゃいませんか。これショックですよね。でその後エジプトを発見します。ヨーロッパはもっと面倒くさいです。中国より古いですから。いやいやいや、これは困ったと。聖書に書いてあることがガタガタガタって崩れちゃうんですね。だからエジプトと中国の古さっていうのは当時のヨーロッパにとってはたまんない難題だった、ね、しかもまあエジプトは当時の状況を考えるとさ、中国の方がはるかに豊かですから、どうやって中国を理解したらいいのか。で宣教師は一生懸命頑張るわけです。中国のことを勉強する。でその情報をじゃん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 ヨーロッパに伝えていくわけです。でヨーロッパの知識人は反応するんです、ね、で一番まともに反応したのは多分ライプニッツなんですね。ライプニッツは中国の情報を手にして、ひょっとしたらこの世界は根源的な複数性から成り立ちうるのかもしれないという考えてはいけないことを考えたんです。可能世界論、ね、まあ、でも彼は敬虔なクリスチャンですから、いやいやいや、そうは言えどもこの世界は神様が最善のものとしてお選びになった世界だっていう、そこを守ったんです。でも複数の世界があり得るかもねっていう感覚、これは多分当時のヨーロッパの知識にはみんな持っちゃったと思うんですよ、ね、その上でカントも考えた。カントは当然神なしで道徳を基礎づけるにはどうしたらいいか、この問いを実践理性批判、これで展開したわけですね。でもご承知のようにうまくいかなかったんです。実践理性批判なんかうまくいきませんね。最終的にカントはこっそり神をまた導入しちゃったんです。なんだやっぱり神ですかってなったわけです。でもそれでも一生懸命神を語らないようにした。ニーチェにはそれがケインヒスベルクの中国人というふうに見えた。それはそういう当時の宣教師たちの中国ショック、中国の衝撃というのが背景にあったからだというふうに言っていいんじゃないかなと思います。で私の敬愛する学者の一人であるジョン・ポーコック、野蛮と宗教っていう、これ一体何巻本になったのか私も数えてないんですが、多分こんなに長い本ですよ、ね、野蛮と宗教。ポーコックは歴史家として中国の今申し上げたような知というのが近代ヨーロッパを可能にしてしまったんだということを繰り返し言っていました。特にエジプトとか中国の古さの問題、彼は大変敏感でしたので、この本の中でもルール言及しているところなんですね。単純にヨーロッパの啓蒙が東に来たというのではない、そうじゃなくてヨーロッパ近代の啓蒙を支えていくもの、それが中国との接触から生まれたんだ。そしてそこには翻訳ってありましたでしょ。さっきちょっとご覧入れましたけれども、中国の四書五経、これを一生懸命翻訳するわけです。でもちろん四書の中にはあれですよね、孟子だって入ってますよね。そういった知の循環の中でヨーロッパ近代の知っていうのが形作られていったんだ、そういうことを言っています。でこのこれは一つの例なんですが、ニコラ・フレーレ、碑文アカデミーですよね。
こういうまあこれ碑文アカデミーっていうのはエジプトなんです。エジプト研究、そのことを触れながら、まあ、こういうふうなその無神論者の社会はいかにして道徳的な社会であり得るのか、ね、という問いが出てきたってことをこういうふうに論じているわけです。そうすると18世紀ヨーロッパの啓蒙の時代、この啓蒙の精神というのも単純なものじゃないっていうことがお分かりいただけるかと思います。で、まあ、例えばこれ赤で示したところですね。なぜ啓蒙の思想がヨーロッパの占有物ではなく普遍的なものであるかっていうことをこう書いてるんですけれども、その上でなぜヨーロッパで、例えば中国のような他の場所ではなかったのか、この啓蒙が、というふうにあのツベタン・トドロフでさえ考えたわけですね。でも私は今申し上げたようにヨーロッパ近代の啓蒙、ね、この啓蒙はヨーロッパの中から起こったわけじゃ多分ないと。それは外との接触、ヨーロッパの外、とりわけ神なしで、神よりも古く、こういう形である中国やあるいはエジプトっていうのを考えなければ多分啓蒙の問題というのは考えられないんだろう、そういうふうに思っております。で、再びカントに戻りますと、啓蒙とは何かということで、人間が自分の未成年状態から抜け出ることであると、その状態を人間自らが招いたものであるから人間自身にその責めがあるんだ、こういう非常に何というか道徳を基礎づけると同じで自己反省的な記述になってますでしょ、ね、こうじゃないとヨーロッパの啓蒙は持たなかった。でも中国を本当は参照してるんだったらこういうタイプの啓蒙の議論をしなくてもよかったと思うんですね。で、宗教に関しては宗教における未成年状態こそ有害であり恥ずべきものである、こういう言い方をしている。世俗化の時代ですから宗教は排除しなきゃいけない。でもおそらくこのカントと違った本当はやり方があったんじゃないんだろうか、とりわけ中国から考えれば、ね、霊という概念が今や再浮上している申し上げました。じゃあ霊とは何か、論語を見ていくと人と霊、この2つの概念は、まあ、コインの裏表みたいなものですよ、ね、人というのはこれは新しい概念でしょ。孔子が何というか洗練していった概念、やっぱり人は新しい概念に飛びつきますよね。例えば iPhone が発明されたらもうみんななんか iPhone に飛びつくじゃないですか。で、 iPhone を知っちゃった後は、ね、iPhone の前の世界を忘れちゃうでしょ。あれと同じでこの人もそうですよね。だって人間が人間的であるって言ってるわけですよ。で、当たり前じゃないですか。ところが孔子の目には人間的じゃない人間がいっぱいいるよね。で、よく英語でヒューマンビーイングって言うじゃないですか。違うと、ヒューマンビカミングである、人間は人間になっていかなきゃいけない。そうしないとその努力なしには人間的であるっていうことはできないんだ。そういう新しい概念として人を導入したわけですよね。ところがその時に孔子はこう考えた。いやいや、この人というのは霊と一緒に住まなければいけない、ね、人間が人間的になる、ヒューマンビカミング、これを実現するためには霊を伴わなければいけない。じゃあ霊とは何かですね。これ先ほど紹介したハーバードのマイケル・ピエット先生が昔書いたもの、ね、人間を訓練し感情を様式化する反例的な規範である。
礼というのは感情に基づくんです。感情を訓練する、ね、感情を訓練してそこにある反礼的な振る舞い、それを身につけさせるものなんですよ。人間の内面にずかずか踏み込むのではなくて、感情のトレーニングである。カントなら怒りますよね。何を言っているんだと。感情のような不安定なもの、ね、そんなものに基づくなんてありえないでしょ。でも中国の知っていうのは違うと。まさに感情のような不安定であるもの、それを努力をすることによってトレーニングをして変えていく、この変えていくっていうところに規範はあるんだ、あるいは道徳の基礎はここにしかないんだ、こういうことを考えた。これは私は本当に大事なポイントだろうなと思います、ね、さて孟子です。これ有名なエピソードですよね。牛が目の前を通り過ぎていくと、なんかかわいそうな感じ、ね、王様がかわいそうだから牛に変えて今ここにいない羊にしなさい、こう言ったわけですよ ね。何をここで言ってるのか。他にも例えば子供が井戸に落ちそうになってる、はっと思って駆け寄って救うでしょ、こういったエピソードもありますよね。我々の感情のあり方、これを考えてみると、いろんな感情を我々持ってるじゃないですか。でも自分でコントロールして、例えばよしじゃあ今からポジティブシンキングで嬉しいという感情を持とう、なかなかできないですよね。悲しいという感情を持とう、まあ、もちろん舞台の役者の方だったらねできるかもしれない。感情というのはどっか自分がコントロールするんじゃなくて、何か他の人に開かれたもの、他からこう触発されて出てくるもの、こういう構造がありますよね。自分の中で自己反省的にぐるぐる回るんじゃなくて、必ず自分ではないものとの関係の中で感情っていうのは生じてくる、こういう構造があります。王様だって困っちゃうわけですよ。同情する感情ね、持とうと思って持ってるんじゃないわけですよ。不意打ちを食らってるわけです。こういう感情からどうやって考えていけばいいのかっていうのが孟子の問いだった。まあ、例えばその同情する忍び障る心、こういう特徴がありますよね。計算して感情って起きない、計算を超えちゃう。ここに基づくって何か、その上で孟子は性は善であるっていうわけですよ。何を言ったのかね。例えばこれを、いやいや人間は本質的に善ですからなんて能天気な解釈をしちゃいけないわけです。そしたら何もしなくていいじゃないですか、善なんだから。そんな愚かなことを孟子は言ってるわけじゃないんです。よく知ってますよ、自分の生きてる社会はどういう社会か、ね、悪いこといっぱい起きます、ひどいこといっぱい起きる。でもその中で感情に基づく規範を作っていくには、この性善というものに基づかないといけない、ね、これは孟子の考えです。よく四端節なんて言いますよね。四つの端っこ、糸の端、ただ人間なんか同情する気持ちがある、ね、でも人間は残酷なところありますので、子供が井戸に落ちそうになったってね、知らないって言って無視するかもしれない、あるいはひどい人になったら足毛に落としちゃうかもしれない、これは人間です、ね、孟子はそれをよく分かっている。その上で、でもはっと思う、その糸の短所があるでしょ、それを掴んで手繰り寄せていく、ね、忍びない、耐えられないっていう気持ちをトレーニングすることによって、その感情を反例的なものに高めていく、これができるのが性は善であるということだ。最初から前提として性が善であるんじゃないんですよ。
努力をしなければ生前なんて実現しない。でも少なくとも努力をする可能性は人間には備わっているでしょ。こう言った。この孟子の考えをジュリアンは痛く気に入っているわけですね。こう言っている。普遍的な原則が導かれる。誰もが他者の身に起こることに忍びざるものがある。これなんだ。ね、中国の観点からすると道徳性にはいかなる要請もない。これカントのこと言ってるんです。そこには命令もなければ掟もない。あるのは拡張だけなんだ。自分の感情の中に生じたある短所、それを広げていく、これだけだ。これが最もささやかだけれども道徳を基礎づける問いに対する有力な回答なんじゃないか。こう言いました、ね、もちろん孟子にも限界があります。例えば霊の議論ですね。霊が悪になる場合、ね、いちいち読みませんけど、これ正義の戦争の例なんですね。正義の戦争を霊という概念を使って許す場合、ね、それが孟子にはありますので、単純に孟子を今ですね持ち上げるわけにはいかないけれども、コアになっている考え方、それは見るところがあるんじゃないか。カントを独断の眠りから覚ましたデイビッド・ヒューム、彼はスコットランド啓蒙の中心人物です。スコットランド啓蒙は大陸の啓蒙と全く違う啓蒙です。なぜか、それは感情に基づく議論をしたからです。でヒュームはセンチメンタリストと言われます。おセンチな人ねっていうわけです。感情に規範を基づく、その議論をしたからなんです。すごいこと言っています。理性とは諸々の情念の一般的で穏やかな規定である。理性を掲げるカント、これと違って、いやいや理性というのは情念の一つでしょ、こういう言い方をした、ね、ここで道徳の問題やり直さなきゃいけない。そのデイビッド・ヒュームを若い時に研究していたフランスの哲学者ジル・ドゥルーズはまさにこういう感情に基づいた規範の問題、それを考えたわけですね。正義とは情念が変容する精神の中での情念それ自体のねじれである。ある種のねじれ。孟子の議論よく思い出していただくと、ね、拡張していく、これ努力しなさいって言ってるんでしょ。単純に受け入れなさい、性は善である、そんなこと言ってないんですよ。ある種のねじれが生じなければ感情に基づくことはできない。だから孟子の議論のエコーをここに聞き取ることが私はできるだろうと思っています。ね、それを理解した上で現在の議論、これです。直球説はですね、これは情に基づく規範の問題です。これをじゃあどう読み直すことができるのか。情に基づくって難しいんですよ。だって感情は不安定ですから。でも感情に根付くような規範を考えるとすれば何があるのかっていうことで、例えば郭清雄先生はこういう議論をしている、ね、ここにある種の普遍的な議論の可能性を彼は見出そうとしている。ただまあここにご紹介したものだけだったら僕は無理だと思います。これでは多分届かない。ドゥルーズが言うように何かある種のねじりひねりというのがなければいけないと思います。でもちろんこの関東、これももうご紹介しましたが、こっちにはいけないわけですよ今の状況で、ね、関東のような議論に行かないとすればどうすればいいのか。でピュエットはこう言っています。おそらく孔子なら困っている友人を助けるためにできることは一つしかないと思い出させてくれる。関東を批判してるんですよ。細やかな感覚を働かせて友人が何に本当に困っているのかを理解することなんだ、
唯一の規範は仁である。孔子にとって仁を収容し実践することが倫理にかなった人になるただ一つの方法だ。礼によって身を治めるとはいつどのように礼を作り作り変えるかを習得することでもある。人間が変化するっていう問題ですね。でまあ時間がもうあまりないのでちょっとここは端折りますけども、ピュエットは近代の世俗化をもたらしたプロテスタンティズム、ね、それに対するやっぱり挑戦をしているわけです。中国でプロテスタンティズムに当たるのは、まあ、牧歌でしょって言ってる、まあ、これは私間違いだと思っていますが、牧歌に対するやっぱり儒家の反論ですね、そこに何かのチャンスがあるんじゃないかっていう議論を、まあ、しているわけです。とりわけ孟子ですね孟子が感情に基づいた規範を考えることでプロテスタンティズム的な、つまりカント的な宗教道徳の世界とは異なったものを見せてくれるのではないか、そう考えているわけです。じゃあそれは何か、これは大事なので読みます、ね、こうした見方は礼を家庭法的なものとしてかのようにの世界を作るものとして読解することを可能にするんだ。ここで挙げた例のテキストは断片化され破壊された世界を前提にしている。家庭法的な例の世界は壊れた世界に内在する緊張の中にあり、少なくとも目次的には限定され一時的であると理解されている。その際例にはそのままでは断片化されたままの世界において関係の網の目を構築し洗練し再び構築するといった終わりのない仕事が含まれる。例の仕事は休むことなく世界を構築し短い間何らかの秩序を喜びインスピレーションを創造する。でこれは最後のスライドです。孔子にとって祖先祭祀はそれを取り行う人に及ぼす効果という点でおろそかにできなかった。儀礼行為が本当に死者に影響を与えたかどうかを問うことは全くの的外れである。何のためか、祖先がそこにいるかのように振る舞うことで家族たちの内面に変化がもたらされる、それが大事だったんだ。最後、人生の脈絡や複雑さを凌駕する倫理的道徳的な枠組みはない。ない。あるのは煩わしい現実世界だけで、私たちはその中で努力して自己を磨く以外ない。ありきたりのかのようにの例こそ新しい現実を創造し、長い年月をかけて新しい世界を構築する手段である。人生は日常に始まり日常にとどまる。その日常の中でのみ真に素晴らしい世界を築き始めることができる。まあ、このようにですね、まあ、非常に今日は大きなパースペクティブでお話をしましたが、道徳を基礎づけるという大変近代ヨーロッパ的な問いというのがいろんな形で変装されて、今や再びこの礼の問題、あるいは孟子で言うと忍びざる心の問題、そういった古い概念がよみがえって新しい命を得てですね、今の私たちのそれこそ断片化されそうになっている社会で生きる、まあ、手がかり、ヒント、それを与えてくれているのかなっていう気がいたします。ご清聴ありがとうございました。